はい、はい、こんにちは、グランピーの池田です。今日はですね、このハンドルをご紹介します。最近ですね、問い合わせの増えてきているハンドルなんですけども、ジョーンズバイクスの H ループバーという、ハンドルバーですね。グランピーでも取り扱いしているハンドルなんですけども、ちょっと、変わった特徴があって、マルチポジションハンドル、いろんな使い方に合わせて、いろんなところが握れますよというハンドルになります。で、まだ国内で取り扱っている店舗ももう指を数えるほどしかないので、まあ、これだという方は、ぜひグランピーまで1回問い合わせていただければ、ご用意しております。で、そもそもこのハンドルですね、かなり個性が強いハンドルになってまして、僕も最初、サーリーの、完成車についてたんですけども、ハンドル単体というのは当時まだグランピーでも扱ってなくて、さあどうやって手に入れようかなと考えてたんですけど、ちょうど完成車についてて、でお客さんがもう、まあ、使わないというので、なんとかこう手に入れて、使ってました。で、実はこのハンドル、ロングテールバイクですとか、ファットバイクにすごく、合うハンドルでして、実際にこの、まあ、握る角度もそうですし、幅が広いっていうのも意外と使いやすい、ハンドルになります。で、僕も今ジョーンズバイクスの、自転車に乗ってるんですけど、それにももちろん、これをつけてるという感じです。僕はちなみに、3本持ってます。チタンとアルミ2本という感じですね。で、どうしましょうかね。こんな、一応正面から見るとこんな形です。まあ、45度にこう開いてて、で真ん中にこうループですね、こう輪っかになっている部分があって、レバーはここと、この端っこの方ですね、に装着して、こうやって握って、使うと。でジョーンズの、この H ループバーには、ここにこうつけれる、H ループパックですね、ここに、スマホですとか小物が入るようなバッグも実は、販売されております。で、この H ループバーは、長さが2種類あります。このエンドですね、端から端まで、が710ミリというものと、660mm という、ちょっと幅が狭いものがあるんですけども、基本的にはもう形全部一緒です。でここのグリップのところの長さがちょっと短くなって、るという感じですね。で、ちょっと使う時にですね、気をつけてほしいというか、もうミスってしまったことが僕以前あって、でそれがここがすごい長いので、まあ最近の油圧ブレーキって指一本でこうギュギュギュッと締めるんですけど、その時にまあここを握ってると、まあ、届かなかったっていうやつですね。ここをギュッと握ると。で、実はこの H ループバーはですね、何種類か種類が出てます。ここについてるのはカーボンタイプの、ループ H バーですね。でこれが660ミリの、アルミタイプの、シルバーですね。これが、1種類、まあ、アルミタイプはブラックと、シルバーと両方、出ております。で、グランピーの価格が、17,250円ですね、このタイプで。同じように黒色のタイプですね、これが710ミリ、ここがちょっと長いという感じです。でここをちょうどこうカットすると、660ミリと、同じように使えますという内容になってます。で、これも同じ金額で17,250円です。で、少しグレードが上がるとこのカーボンですね、もうむちゃむちゃ軽いです。もう指一本でも持てるぐらいですね。はい、
これが710ミリの長さで、こちらも販売しております。ちょっと値段忘れしてしまいましたが、約4万円ぐらいです。で、今ちょうどあの在庫売れちゃってですね、切らしてるんですけど、もう一個上のグレードというかがあって、それがチタンのタイプのループエッジバー、これがだいたい5万7千円ぐらいの販売価格になってます。で、このループエッジバーにつけて、まあ、ぴったり合うグリップっていうのがまたジョーンズから出てます。まあ、こういうのですね。で、これは実は4種類あります。まあ、こういうスポンジの、グリップなんですけども、このハンドルの幅が660ミリ用と、710ミリ用、2種類あって、でこのグッと握った時の硬さ、これが硬い方と、柔らかい方と、これも2種類あります。これで言うとですね、もしあのお問い合わせで注文されるときはこれを言ってほしいんですけど、この、ホームページも書いているんですけど、ミディアムタイプ、こっちがあの柔らかい方で、こっちの、なんていうのかな、これフィルムっていうんですかね、フィルムタイプ、60ミリ60ファームです。こちらあの硬いタイプですね。また別の数字でこう60とか50とかこう書いてるんですけども、50の方が柔らかいタイプで、60の方が硬いタイプと、こういう感じで指定していただければあのお送りいたしますので、でこれをこうギュッとつけてあげると、で普通のグリップもこれジョーンズ H バーにはあの使えるんですけども、普通のグリップをつけてしまうと、まあ、大体これぐらいしかないんですよ。ですのでここがすごく間が空いてしまうので、まあ、あの専用のジョーンズ用のやつをつけていただければこう綺麗に収まりますので、ぜひ使っていただきたいと思います。はい、まあ、最近だったら、ポンスタークロスの自転車とかですね、相馬のウルバリンとか、ディスクトラッカーにも、あのサーリーのディスクトラッカーにも、つける方が増えてきてますので、まあ、キャンプバイクですとか、ツーリングバイク、グラベルバイクにも一度合わせていただければと思います。はい、ということで今日はこのジョーンズのループ H バーのご紹介でした。はい、遠方からでも注文お待ちしております。では、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。はい、あ、はい、買い方、一応ご説明しておきます。で今、オンラインショップで、直接買うというのは今ちょっとできない状態になってまして、でもし注文を希望される場合は、お客様の、お名前と、ご住所と、で配送先ですね、ご住所ので、あと電話番号を一緒に、お問い合わせ あのホームページにコンタクトというページがありますので、そちらから一報ください。で、それで、まあ、住所に合わせてこう送料も全部、出せますので、それでご注文していただければと思います。はい、このところですかね。はい、ということで今日は、ハンドルのご紹介でした。では、またジョーンズバイクよろしくお願いします。では、ありがとうございました。